こんにちは、ダイスです。今回はコーディングをやっていきたいと思います。我が家の BMW、はい、コーディングやりましょう。やります。どうすればいいですか？まあ、コーディングって、うん、あ、そうなんだね。そう、なるほど。じゃあ今多分意味が通じるか分かんないけど、今日本仕様なんだよね。日本仕様ちょっと変えられるんだよってことなんだ。色々変えられるっていうことで、はい、今回のコーディングはデイライトにつけます、うん、デイライトをつける。つける、はい、デイライト、わかりました。やっていきましょう。はい、はい、この状態だと、うん、エンジンをかけても、うん、ライトがつかないんですよ。はい、はい、じゃあエンジンかけてみます。下がってきた。で、右側にライトがあるんですけど。ありますよね。ライトがゼロの部分。うん、ゼロ。はい。で、表はライトがついてないっす。あ、見に行ってきます。うん、ついてないですね。この状態だとライトがつかない。つかない。はい。はい、それをデイライトでつくように。うん、はい、つけていきます。はい。ハンドルにかけました今。で、スナップオンの、はい、スナップオンの MTG5000 っていう機種のやつ。機種のやつ。はい、はい、そして線がこの下の方に入れてあるんだ。で、 OBD2 っていうのにつなげます。つな、はい、げます。はい、はい、電源つけます。ここ、うん、長押し、長押し、さあ立ち上がりまで待ちましょう。はい、文字出た。つきました。ではちょっとやってみたいと思います。まずはコーディング、うん、で、車種、入社 BMW、これだ。はい、で、自己責任です。はい、あくまでも自己責任なんで、はい、はい、同意しましょう。同意します。同意します。はい、で、イグニッションオン。イグニッションオン。2017年6月モデ製造 F モデルを押して、上だよね、うん、で、次へシートベルトはつけてます。イニシャライズ中。お、読み込んでるですか。パーセントが上がっていって、ドキドキ。これでまた画面に何か出るんですかね。きた。お、いっぱい出た。したら、はい、スーってやってデイライト。お、あった、できた。デイライト押して、あ、上のやつ、うん、こっち押した。オフ、オンジ、現行あり、オンジ、現行なし、現行ありで真ん中、うん、白いとこ、はい、決定。これで、あ、点がつくんだ。で、決定。はい、はい、同意する。同意する。自己責任で、かしこまりました。変更設定、え、これで終了で戻る。はい、で、イグニッションオフにしてください。普通に1回押していい？うん、こっち。あ、上上がっていった。いろいろと設定をしました。エンジンをかけたいと思います。とりあえずエンジンを、はい、そしてメニューの、ここかな、メインメニュー設定でライト、あー、来た。さっき教えてもらったんですけど、デイライトの位置がつくようになりました。サブじゃない、あ、戻れない、あ、戻った。デイライト、これが表示できるようにとかっていう設定もしてもらいました。
ということでライトをつくようになりました。私は下の方がつくのかなと思ってたんですけど、この位置なんですね。デイライトがこんな感じで左右2つずつリングのライトがつきました。これかっこいい。でデイライトもついたので機械を外したいと思います。メニュー画面はこれでいいですか、うん、電源オフ、これオフ違う、エンジンエンジン、はい、エンジンオフ、エンジンオフで、イグニッションも切ってください。切る、はい、切ったよ、上がった。したら、うん、こいつの電源を切って、パワーを、こいつの電源パワーを切る。はい、長押し、あった、電源を切る、はい。オフにします。お、すごい、ちゃんと分かりやすい表示が出るから私でもできるんだねすごいな、切れました。で、下にある、はい、OBD2 を抜いてください。線を抜く、そう、かしこまりました。抜く、うん、下に引っ張る、下に引っ張って痛い抜けた、抜けたよ。で、引っ掛けてあるからこれを取るのか、うん、取れたよ、できた、よかった。はい、これで前はライトがついてデイライトつくようになっているんですが、後ろ側はお、ついてない、後ろ側はつかない感じになってます。完成かなと思います。はい、ということで今回は我が家の BMW の、デイライトがつくようにコーディングをしてみました。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。ツイッターもやってます。概要欄の URL か大志チャンネルで検索フォローお待ちしております。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、 See you。